スタート。監督の太田です。映画監督は辛いよっていう風な話を前回しましたけれども、なかなかね、そういう世間との板挟みになることが多いんです。で、言いますのは前も説明しましたけど、やっぱり映画界の常識、映画界のなんか価値観っていうのと一般の価値観が違うので、ただどうしても一般の人たちにも協力してもらわなきゃいけない、応援してもらわなきゃいけないって側面が映画にはあるので、でそうした時にその価値観のバッティングっていうのがあり、特にやっぱり映画監督っていう存在は理解されにくいところがあるんで、トラブルになったり揉めたり、なんか批判されたりすることもあります。例えばですね、映画撮影の時に、地元の方々はやっぱりどこでも応援してくれるんですけれども、その時にあるお弁当屋さんが映画応援するために、何日か分のお弁当を無料で提供しますよって言ってくれたんですよ。で、とってもありがたい話ですよね。で、それを仲介してくれた人がいて、いや、お弁当屋さんの社長が出してくれるよって言うんです。あ、とてもありがたいっていう。で、それで撮影中にそのお弁当いただいたりして、すごく助かったんですけれども、でそれが撮影終わってから、基本制作担当が挨拶に回るんですよ。借りたお家、撮影させてもらったお家とか、車借りたところとか、そういう大きいところね、いうそのお弁当屋さんにもっていう。で、ただ僕はその映画撮る時はその町にも何度も通ってするんで、よく知っている人たちもたくさんできるので、普通監督が早く帰って編集しなきゃいけないんですよ。編集作業が待ってるので。で、それをしなきゃいけないんだけれども、僕は数日残って制作担当さんと一緒にご挨拶して回るっていう、感謝の気持ちを伝えるためなんですけどね、っていうふうに知ってました。で、その仲介してくれた人に、僕も一緒に行きますから、お弁当屋さんに行きますって言った時に、なんで役者行かないのって言うんですよね。で、つまり役者も弁当食ったんだから一緒にお礼に行くべきだって言うんですよ。で、通常は制作担当だけなのに、監督である僕も一緒に行くって言っているだけど、それじゃ不十分だとかって言って、役者も連れて行かないと失礼だって言うんですよ。で、ただ映画の世界では、制作担当って言っても、その制作部の責任者ですからね、が行くっていうことはして、お礼は言って回るけれども、プロデューサーや監督や俳優なんかが一緒に行くってことはまずしないんですよ。っていうのは担当が違うから。だから例えば大きな建設会社で、家建ててもらっても、そこのスポンサーっていうか、そのお家建てた人に、担当者なんかは、ありがとうございましたとかってね、ご挨拶にね、そのお家引き渡しの時に行ってお礼言ったりするけれども、そこの社長や専務が一緒には来ないですよね。っていうのは、その担当っていうのは、そこのその会社の担当者であり、でその上司ぐらいは行くかもしれないけれども、そこで、なんていうか、筋を通すっていうか、感謝するっていうのが、そういう業界のやり方ですよね。で、映画の場合っていうのは、その制作部のやっぱり一番責任者である制作担当が行くっていう。だけれども、それじゃ不足だっていうんです。っていうのは、その彼に、その仲介してもらった人に撮った時に、近所の人にこうお世話になった時に、でお世話になったんであれば、もう家族全員がお世話になったんであれば、家族全員で行ってお礼を言うのが当然であるみたいな。やっぱ近所付き合いとか、その地域での付き合いっていうのは、そういった面がありますよね。で、ところがやっぱり映画ってそうではないし、地域のやっぱ交流とはやっぱり違うので、そもそもは、俳優っていうのは、俳優にご飯を出すっていうのは制作側の責任なんですよ。で、ね、ロケの時に弁当食わずにやるわけにいかないし、でお弁当出すっていうのはもう映画界の習慣もですから、慣習ですから。で、その、制作部が用意したお弁当を出すのか、いただいたお弁当を出すのかっていう違いだけであって、で今回は制作部の、ではなく、提供のお弁当ですから、俳優さんたちにお礼言ってくださいっていうのは、ちょっとそれは筋違いで、そもそも役者っていうのは来て演技をして、お芝居をする仕事をしているわけで、でそのお礼に行くっていうのも、これ一つの仕事ですから、例えば企業でもね、苦情
処理係とかお客様係とかありますよね。でお客様のそのクレームを聞いてそれに対処するとかいう時にあのクレーム来た時にあのまあいろいろあってすいませんでしたって話をした時にこう社長が謝るよお前が謝ってもダメなんだよという人もいるけどやっぱそれもおかしいですよね。そのクレーム処理係がいて対応して新しい商品をお渡しするのかお詫びをするのかっていうふうなことをする部署なんで、同じことで言うと、お弁当を担当するのは制作部なんで、だから制作部がお礼に行くし、でそれを俳優部に、お礼に行けっていうのはやっぱり筋違いなんですよ。だからこれ企業っていうか会社に当てはめても分かるんですけれども、その仲介の人は役者も食ったんだからね、役者も礼に行くのが当然だろうとかって怒るんですよ。でただまあ後で考えてみると、その人はそのすごく無理をしてお弁当屋さんに何日分かのお弁当をタダで提供してもらうっていうふうにお願いしてくれたのかもしれない。でそうした時に、せめて役者とかね若い女の子が多い、僕の映画は大体多いですからを連れてってしたら、そのそこの弁当屋の社長も喜んでくれて、まあそうかそうか、こんな若い人たちがみんなお弁当食べてくれたならよかったよかったって言って喜んでくれるために役者も行くのが当然だみたいなことを僕らに言ってきたのかもしれない。っていうのはまあそのお弁当屋さんに対するまあ感謝を示したかったからだと思うんでね、まあ、あのそういうお気持ちがあったのかもしれないですけど、でもそれは筋違いですよね。つまり関係のない、本当責任やなんかない、あの仕事ではないことを役者にさせるっていう、だからサインをしてくださいとか一緒に写真撮ってくださいとかっていうことでのお礼っていうのはあのまああるんですよ。はい、あの俳優たちもそれは分かっているし、で事務所もそれを理解しているから、その程度のそういう範囲の中で、お礼するっていうことは役者さんにお願いすることもある。でもわざわざ特別にその遠いお弁当屋さんの工場まで行ってお礼するっていうのはね、それはやっぱり、お願いできないし、で事務所としてもいやそれはそういう仕事のではないですよねっていうふうに言って、後でまだきっとクレームをつけてくると思うし、まあ、それはその通りな、そういう仕事じゃないの でそれはやっぱり制作がやるべきことだっていうのが、まあ、あるんですけれども、その人は強行に全員で行かなきゃっていうふうにおっしゃるっていうね。でそこでまあ説明したんですけど、そうすると、まあ、東京まで帰るの時間かかるから朝出れば帰れるけれども、ご挨拶に行って、何してお話して帰ってきて昼過ぎからすると東京まで帰りつけない人たちも出てくる。でその時にじゃあもう一泊泊まるのかで、全員例えば10人の役者が行くとした時に、その車やっぱりそういうなんていうかマイクロバスを調達しなきゃいけない、そのじゃあレンタル代はどうするのかとかいう、だからお礼に行くだけで結構経費がかかってしまう。でさらに翌日も帰ったら即次の仕事待ってますっていうふうな役者さんもやっぱりいるわけです。売れてる人たちたくさんいますから、でそういうのはどうするのかって言ってったら、ああそうか、俺は困ったなって言って、でその人が、だったらもう監督だけでいいやって言って、監督だけでいいって何って言って、だってこっちでもそのね、あの感謝の気持ちを伝えるために僕も1日、2日3日残っていくって言ってるんだけど、何でいいやっていうね、なんかそういう感覚だったんで、で言ったら、まあ、お弁当屋さん別にそんなこと気にせずにね、いやいや、まあね、皆さん喜んでくれればそれでいいんですよって言ってくれて、喜んでくれたんですけれども、でもそんな風に、自分たちの、仕事関係のことの価値観やルールを映画業界の僕らにもそれをやっぱり当てはめてくる人いる。で同じことがもう一つあって、こっちはまた別の町なんですけれども、その人がね、なんか怒ってるっていう、監督には裏切られて許せねえとかって怒ってるんだって、地元から見るかって、何かって言った時に、撮影が終わってから、1ヶ月経つのに、でその頃僕編集ずっと3ヶ月ぐらい編集しますから、編集してるんですよ、に撮影が終わって1ヶ月経つんだから一度町へ来て、お礼を言うのが当然だろう、挨拶するのが当然だろう、なんでそれができないって言って怒ってるって言うんですよ。で考えます、なんで撮影終わって1ヶ月なの、例えばこれが完成して地元で試写会するっていうのは決まってるんですよ、でその時に僕が行ってその方々にまたお礼言って回るっていうのは、まあ、当然考えてましたするつもりだったんですよ。さ編集その間に合わせるためには編集急いでやらなきゃいけない、その編集を中断してわざわざその遠い町まで行ってお礼を言わなきゃいけないっていうね、理由がわからないなって。でもその人はもうひたすら怒ってるだけでね、許せねえ、もうあいつを二度と応援しないからなとかって言ってるんですけれども、で
で町の人に聞いても、まあ、あの人もああいう人だからっていう人もいるし、あのまあ、あの言っといた方が、言っときゃよかったよなとかって、まあ、それも1ヶ月でずっと後で言われたことなんでね、あの怒ってたっていう話を後で聞いたんで、あの1ヶ月はもう過ぎてるんですけれども、なんだろうなと思って、で後で分かったのは、その人は建設業界の人で、建設業界って例えばその建築、その、まあ、あのビルを建てました、で家を建てました、でそうするとそれから1ヶ月ぐらいにその業者がその会社なりお家家庭なりを訪ねて、1ヶ月経ちましたけれども、いかがですか、どうですか、あの時はね、 ありがとうございましたって言って、ご挨拶するっていう慣習があるそうなんですよね。だから要はその人はその建設会社の、そういう価値観ルールを映画にも当てはめて、お前失礼だろうとか、裏切られたとかもし、ね、利用しやがってとかね、いうふうなことを言ってたらしいんですよ。でも映画っていうのはこう撮影終わった段階で一度ご挨拶に行く、で、ね、制作担当者が行っても挨拶するっていうふうな風がしきたりですし、で僕の場合、太田組の場合は僕も一緒に残って、本当は早く帰って編集しなきゃいけないんだけど、残って一緒に挨拶に行ったりしてたんですよ。って言うんだけれども、まあ、それぞれにそのご近所、その町の付き合い方、あるいはその建設業界の、慣習っていうものに当てはめて、違うだろう、失礼だろうとか言って、で、まあ、挙句の果てに裏切られた、利用したんだっていうふうなことまで言い出すっていう、まあ、いいおじさんですよ、もう50、60のどっちもみたいな方がやっぱりいて、だから多分やっぱりそういう人たちってずっとその業界でこう叩き上げてきた人たちで、なんでもうそれを疑うことなく、もう本当に信じ込んでるし、そのやっぱり筋を通せば、よしよし、お前は礼儀正しく偉いってなるんだけれども、それを知らない人たちがいても、お前は何なんだっていう風な風にやっぱり見てしまう、考えてしまうっていう風なこともあったので、ああそうか、そういう風な、やっぱりそれぞれの世界でみんな自分の価値観を他の世界にも当てはめてしまって、やっぱりトラブルって起こるんだなと思ってね、でもそこでやっぱり僕の仕事、僕のお礼の仕方っていうのは、いい作品を作ること、でその作品今度全国に持って回って、宣伝も一緒に僕がやってますから、いうことでその人たちが住む町の良さを伝えることであって、お一人一人にやっぱりお礼を言って回るっていう風なこととは違うんですよ。だからそんな風に、やっぱり違う価値観の世界で暮らす者同士なので、まあ、どちらが正しいじゃないんですよ。ただ映画の世界に彼らのその別の価値観を押し付けられて、こうしなきゃいけないって言われても困るし、で、映画以外のことでこちらの価値観を押し付けてどうこうっていうことをやっぱりしないようにしてますから、やっぱその辺でね、同じ日本なんだけれども、いろいろ考えてしまうところがありますね。はい、またちょっといろいろ考えていきます。